1996年5月19日、レスリー・イプセン・ロゲは、トーリストのうちで、インターネットの力により逮捕された、最初の人物となった。FBI10 大最重要指名手配とは、米国連邦捜査局によって選定される、指名手配リストである。もともとは1949年後半に、FBI の生みの親であるジョン・イドガー・フーバー等が、 危険人物たちを効率よく逮捕する方法を考えるうちに編み出されたもので、1950年3月14日に最初のリストが作成され、肯定的な評価を得たため以降も続けられることとなった。リストに掲載される指名手配犯については、まず全米に56カ所存在する FBI の地方支局より指名手配犯の候補者リストが、 FBI 本部の犯罪捜査部に提出される。候補者リストの提出を受けた、犯罪捜査部の特別捜査官及び広報局が審査を行い、幹部会議の了承を経て決定される。指名手配犯が逮捕、もしくは死亡した場合か告訴が取り下げられた時には、その人物はリストから削除され、FBI によって選別された新しい人物が追加される。 例外的にもはや危険とは見なされないとの理由により逮捕されていないにもかかわらずリストから削除された例も複数件ある。また非常に危険な人物が現れた場合には11人目がリストに乗ることもある。米国では郵便局のような公共機関でもポスターが掲示されている。容疑者には10万ドル以上の多額の報奨金がかけられる。 2013年6月17日、ワルターリー・ウィリアムズで手配リストに乗った容疑者はちょうど500人目となった。2020年2月までに523名がリストに乗り、うち約93%に当たる488名が逮捕または死亡確認されている。報奨金はラファエル・カロキン・テロが2000万ドル、ジェイソン・デレク・ブラウンが20万ドル、 残りが10万ドルである。ウサーマ・ビン・ラーディンは1998年8月7日に起きたタンザニア及びケニア両国でのアメリカ大使館爆破事件、2000年10月12日に起きた米韓コール襲撃事件に関する容疑で指名手配されていた。ビン・ラーディンは世界的な反米イスラム原理主義のテロ組織、アルカイダのリーダーであるとされ、 世界各地でのテロ計画を主導したとされる。手配書によると左利きであり、杖を使って歩くとされる。ジェームズ・ジョセフ・バルジャーは19件の殺人、資金洗浄、犯罪組織の組閣等の容疑で指名手配されていた。主に、マサチューセッツ州ボストーンを拠点に活動していて、他のマフィアに関する情報を FBI に、 提供していたが、同時に FBI 内部に内通者がおりそれを利用して70年代から80年代に、かけ、多数の犯罪を行っていた。バルジャーは、暴力的な気象で知られ、常に武器を携帯していたとされる。エリックルドルフは1996年から1998年に、かけ、米国内での爆発物による公共機関への攻撃の罪で指名手配されていた。 1996年7月27日に発生したアトランタオリンピックでの爆破テロ事件、またアラバマ州バーミングハムの中絶クリニックへの爆破テロ、及び同性愛者のナイトクラブへの攻撃により3人が死亡し110人が負傷した。リドルフはかつて白人至上主義や反ユダヤ主義、同性愛者への嫌悪を標榜する複数の団体に所属しており、 そこで過激な思想を持つようになったと見られている。セミオン・モギレビッチは多額の金融詐欺、電子通信詐欺容疑で指名手配されていた。ユダヤ系ウクライナ人であり、東欧拠点に広大な犯罪組織を指揮しているとして、最も強力なロシアンマフィアであり、世界で最も危険なギャングと FBI に記載されている。 直接の容疑は1993年から1998年にかけてカナダで設立した架空の会社名義によって投資家から数百万ドルを集めたというものであるがそれ以前からヨーロッパにおいて多額の金融詐欺を行っていたその悪どい詳細から聡明なドンとロシア当局に呼ばれている詐欺以外にも武器の密売や売春等にも 彼の組織は関わっていると見られている。ロシア当局やその他各国警察の追跡にも関わらず、現在も彼の主要な拠点はモスクワであると考えられている。未だ逮捕に至っていないが、近年アメリカ国内での違法行為は認められていない。との理由により、2015年12月にリストから削除された。ありがとうございます。